皆さんこんにちは。モトラットつくまムービーです。今回は足つきシリーズ R1200RT2017 年モデルの、標準シート、こちら標準シートになります。カーボンブラックの標準シートと、こちらアルピンホワイトの、オプションシートですね。825、ちょっと高いシートのちょっと、ご紹介です。BMW モトラット GP 内の見積もりシミュレーターというサイトがあります。その中の、各車種別のオプションの紹介の中で、そのオプションの紹介があるわけなんですけど、その中で R1200RT の方でこのシートは、1つ目に高いシートの位置になります。ちょっとこちら設置カメラでちょっとご覧いただきます。ちょっとカメラの下げます。まずノーマルの、シート高からいきます。標準シートの場合には、両足はべったりつかないまでも、ちょっとかかとが浮くぐらいです。私、身長172センチですと、そんな感じになります。今度、じゃあ、ハイシートの方行ってみます。今ハイシートまた上がっていました。両足も完全に浮いている状態なんですが、乗れないことはないですね。もし高速道路のツーリングとかを考えると、シート高とそのステップの位置が広いですから、足の曲がりが少なくなりますので、こちらももしかしたらハイシートの方が快適かもしれません。実は前のオーナー、今度の現オーナー様は、その部分を結構気にされているようでしたので、今回、オーダーしていただいた感じになります。シートの見え自体はやはりこう、そうですね、ここのラウンドが自然になりますので、こちらのがやっぱり標準的な感じですね。はい。この部分はそうですね、標準のアメリカのいわゆるプレミアムラインの場合ですと、ちょっとこうえぐってる感じなんですね。もちろん足つきのことを考えればこちらのがいいわけなんですけどね。ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。